ゆかもかです。こんにちは。今日はですね、以前透明スライムを作ったんですけど、常温で放置して半年経ちましたということで、この中身がねどうなってるのか見てみたいと思います。で、作ったものがこちらです。手にはくっつかないぐらいの硬さだったんですけど、なんか見るとすっごいトロトロになってそうなので、早速触っていきたいと思います。もかちゃんタイムスタート。はい、ということで、じゃあ開けてみたいと思います。オープン。じゃーん。わ、なんかベトベト。こんな感じです。なんか濁ってる。すごいトロトロ。じゃあちょっと触ってみたいと思います。え、水飴だ。水飴みたいになってる。え、全部そうなのかな。あ、全部水飴みたいになってる。すごっ。これはこれで気持ちいいけどね。スライムを放置するとすごく柔らかくなるんだね。はい、とってもね柔らかくて水飴みたいな感じになってました。じゃあここにメラミンスポンジをつけたらどうなるのかなっていうのをやってみたいので、ちょっと1日つけてみたいと思います。結構固めのスポンジなんですけど、比較用にこっちの柔らかいスポンジも、普通のスポンジですね、こちらも一緒につけていきたいと思います。どうなるんでしょうか。で、ちょっと透明だと分かりにくいので、色を混ぜてこのスポンジをつけていきたいと思います。絵の具で色をつけていきます。何色がいいかな。青にしよう。はい、では青色を足していきます。はい、こんな感じで青くなりました。ではここにスポンジを入れていきたいと思います。ちょっと半分上からかぶせたいので、ちょっと取ります。よいしょ。はい、で入れます。で、これちょっと大きいので切ります。で、これも入れます。こんな感じです。取ったスライムを上からかぶせます。ちょっと揉み込みます。うわ、すごっ。プチプチ言う。あ、すごい柔らか。はい、じゃあこれで一日ね放置したいと思います。次の日。はい、あれから1日経ちました。すごいテカテカ。じゃあちょっとこれを触ってみたいと思います。じゃあまずはお化けからナイフで切ってみたいと思います。どうなってるかな。いきます。あ、すごい中まで染みてる。すごい弾力がある。ちょっと潰してみたいと思います。すごいシャリシャリ言う。はい、じゃあ次はね、柔らかいスポンジの方です。ちょっと切ってみます。すごくね、ゼリーみたいな感触になりました。は
い、ということで6ヶ月間スライムを放置するとすごい水飴みたいな感触になって、そこにスポンジをつけるとなんか弾力があるゼリーみたいな感触のスポンジが出来上がりました。ちょっとねもうちょっとシャリシャリってなるかなって思ったんですけど、シャリシャリっていう風なスポンジを作りたい場合はもっと水っぽいスライムを作らないとできないみたいです。はい、ということで他にもね何かスライムやスクイーズの動画出してほしいっていうリクエストがあればよかったらコメント欄の方にお願いします。またスライム系の動画やってほしいなって思った方は高評価、グッドボタン、いいね、親指押してもらえると嬉しいです。またねー、バイバイ。